はい、どうも、ボダです。今ですね、スマ海海スマ海品か品って思うか、これ公園っていうところに来ております。で、今からですね、最近開業した、こちらの海遊館、海遊館っていいのかな、これ海遊館ではないか、シーワールドね、シーワールドっていうところに行こうかなと思います。で、その前にですね、まずその先に行った、オープンしたホテルに行こうかなと思います。じゃあ、行きましょうか。すごいホテルだよ、これすごいホテルだよ。海が見えるのかいな。ね、海が見えるという、なんだろう、これ何のマークや、地球でもないしな、これがマークかな、マーク、何のマークは分かりませんが、地球、シーワールドのマーク、あ、書いてる、神戸スマシーワールドホテルと、うん、いいね、なんか、ピーポーピーポー言ってるわ、え、これ扉？すごい扉、あら？合ってる？合ってる？これ、え、こっからか、でもすごい、なんか門がすごいね、すごいですね、門が、ね、真っ赤な扉ですね、すごいわ、入りましょうか。お、すげえな、開放感があってすごい。これイメージして、作ったんだ、これを、嘘かもしれない、嘘かもしれない、まあ嘘かもしれないみたいですね、歯ブラシあるって言ったしな、確か、なにこれ、お茶飲んでて、うまいな、一応お茶持っていくか、ほうじ茶と茶、煎茶と、すごいね、これ、すごいね、これもらっていこう、これもらったわ、またこれもらったわ、よいしょ、どうしよう、
ソフトもあるんだ。うん、じゃあ、じゃあそれもじゃあ持って。じゃあ行きますか。で、我々は何階やったっけ。これで、よし。あ、落ちました。大事なこれ。あ、お前、これは大事なの。チケットが。そう、チケットがね。4階です。ねえ、めっちゃ綺麗。レストランとかもさ、うん、ちょっと行ってみたいよね。なあ、行こうか、ちょっと後で。ね、我々どこだ？何？あ、右か、右か。めっちゃ綺麗。すごいわ。そう。あ、ここもしかし。じゃあちょっと行きますか。402号室でございます。入るぞ。いいか。オープンしましたな。めちゃくちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗や。めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗わ。これはやばいね。めっちゃ綺麗。ちょっとこうしよう。こうしてみて。やば。めっちゃ綺麗わ。綺麗すぎるぜ。あのね、匂いがもう新しい匂いしてるわ。うわ綺麗。うわ綺麗すぎるぜ。理想のお部屋。そう、理想のお部屋って感じで。すごい。またあの絵が美しいね。美しいな。いや素晴らしい。綺麗だわ。綺麗すぎる。テレビもでっかいわ。うわ、すごい。こんな感じで電気がついた。すごいわ。素晴らしいね。素晴らしいね。いや、お風呂も絶対いいやん。めっちゃ綺麗よ。お風呂も綺麗だわ。お風呂もすごい綺麗。テラスや。ちょっとこれはやばいんじゃない？テラス。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。イルカ見えるで、イルカ。外かイルカが見える。ほら、これちょっと、どうやって開けるんだよ。こうでこうか。ちょっと待って、これすごいよ。うわ、これくつろげて、座れて。で、上からイルカ見れます。見てください、これ。すっごいな。おーすごい。おーおーすげーすげーすげー。おーすげー。おー、めっちゃすごいんやけど。めっちゃ元気やん。すごい。今外に出てきました。そう、海みたいな感じだね。あそこにね、イルカがいるんで。こんな近くに見れるんで、すごくない？すごい。いや、素晴らしいね。すごいね。なんかでも、海の匂いがする。
なんかするな、めっちゃする、うん、ここがあれやね、ご飯食べるところ、ね、いやー、楽しみやな。夜ご飯が、行けたら嬉しいけどねっていう。そこのさ、ここでも行けそうやわ。ここ、うん。ほら、だってなんか言ってたやん。あの宿泊者専用ゲートみたいな。多分ここのことやろな。そう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 。行けねえ。こっから行ける。便利だ。そう、宿泊者限定の、扉。ですね、ここ扉ですね、ここに。いいね。そうやね、今日雨やと思ってたからさ、こんなまさか晴れてくれと思ってへんかった。いや、すごいね、こっから見るとすごいね。綺麗やな。綺麗やし、でっかいし、新しいし、うん、いや泊まってる人多いんちゃうかな、平日やけど。今日はあれ知ってる？ノースシュアーってやつ、うん、知ってる？あ、大阪にもあるよね、お店がさ。ですわ。あ、そうか、あ、あれ明石、そうか、あれ、そうなんや。風が強いね。風が強い。ね。海の匂いがする。そう、海の匂いすごいプンプンとして。寒いね。結構風があるからさ。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。すごいいいわ。すごいね。散歩します。今ちょっとご飯までのね、あれはなんだ、あれは、ね、あふれ、なんてなんて、立ち入り禁止みたいに、あ、ほんまやな、あれなんなんやろ。あ、シャワーか。あ、シャワーか。シャワーか。そっかそっか。でもここでシャワー浴びれるってことか。海開きみたいになったらさ、めっちゃいいね。シャチに会いに行きましょう。シャチ、うん、じゃあこっち行こうか。もうちょっとのんびりしてからご飯に行こうかなと思います。今から夜ご飯を食べます。マジで
ご来店いただきありがとうございます。お時間90分制のビュッフェ形式となっております。ソフト おしゃれなとこですわ。解禁してるんだ。まあ、すごいね、人が。はい、こんな感じですね。めっちゃ美味しそうです。やばい、ではいただきます。白金お寿司とデザートですね。カプチーノ、今です。ご飯食べ終わってこちらの野上デッキ行こうかなと思います。8階ですね。すごい、多分ね、これかざしてピッと押すれば、うん、いけるはず。すごい、すごい、あ、よかった、すごい、めっちゃいい。ねえ、すごい。ボートの数もすごい多い。これくつろげるで。ちょっとくつろごうか。よいしょ。おー、めっちゃいい。あー、めっちゃいい。おー、最高っす。ちょっと夜の散歩に来てるんですけども、スタバをね探しているんですけど、なんかこうすごいおしゃれなレストランを発見しました。スタバどこなんやな。でもあれもスタバじゃないぞ。な。一体どこにスタバがあるんだ。
あとね残り30分ぐらいで閉店するんでね、ちょっとね、そう早く行かないと。とでもここもすごいおしゃれやで、ここのさ、うん、ご飯屋さん。果たしてスターバが見つかるんでしょうか。お前ロブスター、レッドロブスター、かっこいい名前。あれほんまにスタバなくねえか。マークはあったんだけどな。マークはあったな。あ、これか、発見見つけました。いやめっちゃおしゃれ。おしゃれやしさ、また広そう。めっちゃ広い。これはすごいぞ。またいいところにあるね。すごい。ねえ、あってよかったな。遊具もあるわ。めっちゃいい。まだ2階はまた別やね、違うみたいね。うん、1階だけやね。じゃあ早速ちょっと中で買おっか。買ってきます。すごいわ。なんか飲もう。うん、飲もう。スタバでね買ってきましたよ。でね、これを飲みながらちょっと今テラスでね、ちょっとゆっくりしてちょっとくつろぎたいと思います。満月です今日は。朝食のビュッフェいただきます。今ね朝食から帰ってきたらね、イルカショーっぽいのが始まっております。まあ、イルカショーではないから、これ餌与えてる感じやな。餌やり中やね。あ、できるんか。でもこんな目の前で見れるってすごいよな。はい、どうもボーダーです。ね、今チェックアウトしまして、で今からこちらシーワールドに向かっておるんですけれども、人がめっちゃねすでにすごい並んでます。で今時間帯が10時か、ちょうど10時なんですけれども、10時から開園なんです。ああ、ありがとう。ここチケットですね。すごい並んでる。我々はこっちからね、ホテル宿泊限定、ね、だけのチケットあるんで、宿泊者の方はここから入れるみたいです。一般の方はね今並んでますね。おお、すごいすごい。これちょっと嬉しいな、宿泊者だけのね特典って感じで。めっちゃ嬉しい、並ばなくていいからね。すごい。うわー、すごいね。ここお土産売り場ですね。まあ、あと最後行こうか。すごい。すごいね。どこから行くんだろうな。そうやな、どっからやろうな。ここやで、あのブルーオーシャンってあれやん。あ、そっか、シャチのレストランがブルーオーシャン。やっぱ並んでるね、すごいわ。
こちらのシャチが見えるねレストランね、うん、そうちょっと行こうと思ったけど今回ねもうちょっとご飯食べちゃったからちょっとやめとこうって話でってことでこの上なんかもしれんねちょっと上上がろっかあ、これ2階か今2階ですね現在地で何かショーがあるみたいですね。そう。ちょっととりあえずちょっと行こう。おーおーおーおお。あ、すげえ。おお。あ、シャチや。これからか。ちょっと。今からですね、だっけ、アクアライブね、方に向かってます。欲しいなった。いや、マジでさっきのシャチのショーはやばかったね。迫力が満載。左ですと。またイルカショーとは違うショーやったね、うん、迫力がすごい、うん、すごいここが入り口やな、うん、
お前はちっちゃいのいる。お前お子ちゃんがいる。すごい。すごいわ。めっちゃ可愛い赤ちゃんだ。そう、姿勢めっちゃいいね。そう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 。ほんまに。お前ら、あんなかな、ちっちゃいんやな。かもしれんな。いや、すげえ。あ、もう歩いた歩いた。すごいマジで。すごいね。そうか、これショーを下から見てるね。お
前履いてた、お姉さん履いてすごーい、お、すごーい、ショーの裏側みたいな感じだね。これ食べる？そうやな、あっちの下で食べよう。おいしい？そっちから行こうか。何時やろう、12時48分もう1時やね、間もなく。もう一通りね、もう見たね、ある程度もう、うん。でね、もうお土産も買ったんで、うん、そうやね、それだけちょっと行ってもう終わろうかなと、ね、帰ろうかなっていう感じだね。すごいね、人がマジですごい。これか、写真の。あ、あっちか。あ、じゃあ後で行こうか。ちょっとこれどっか食べて、ここ行こうか、そっちで。13時の乗る方パフォーマンス、小田席ともに8名でも満席でございます。やっぱね、すごい人気、このシャチのね、が見れるレストラン。すごい並んでる。今からちょっともう帰りたいと思います。よかった、でも満喫できましたね。ねえ、すごいよかった。まあ、ちょっとちょうどショーがね、オルカショーが今行われてますね。音がすごい聞こえるわ。はい、では今日はこの辺りで終わりたいと思います。皆さん、最後まで見てくださりありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もね、
よろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。またねー。